ウィネベーゴ軍はアメリカ合衆国入りの異州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は295,266人であり、2000年の278,418人から6.1%増加した。軍庁所在地はロックフォード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウィネベーゴ軍は東隣のブーン軍と共に、 ロックフォード大都市圏を構成している。ウィネベーゴ軍は1836年にジョーデビース軍とラサール軍の一部を合わせて設立された。ウィネベーゴ族インディアンから軍名が取られた。フーファイターズのボーカルを務めるデイブ・グロールは1992年にリリースしたソロアルバムポケットウォッチにウィネベーゴと題する曲を入れた。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は519.25平方マイルであり、このうち陸地513.36平方マイル、水域は5.89平方マイルで、水域率は1.13%である。近年、軍庁所在地である、ロックフォード市の平均気温は1月の下市11度から7月の下市83度まで変化している。過去最低気温は百八十二年一月に、 記録された歌詞27度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された歌詞112度である。月間降水量は2月の1.34インチから6月の4.80インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィネベー語軍政府は14の選挙区から各2人が選ばれる28人の委員で構成される。 軍政委員会で運営されている。ウィネベーゴ軍は下記14つの軍区に分割されている。ありがとうございます。